あの人の現在。斉藤流星の現在は、天才子役として中井雅宏主演の砂の器や流星の絆にも出演し、注目を集めていた斉藤流星。そんな彼は現在結婚して子供もいるとの噂が。また最近はほとんどテレビに出演されておらず、何をされているのでしょうか。若くして二児の父親となった斉藤流星さんは現在何をされているのでしょうか。調べてみたところ、現在は俳優業とバイトを掛け持ちして家族を支えているようです。そして気になる斉藤流星さんのバイト先ですが、ヘアスタイルが自由なところなようで、以前の斉藤流星さんのツイッターには2ブロックとカラー、ブリーチ2回やってブラウンワッシュにしてきたと投稿されています。このようなことから外見には規則がない職場のようです。以前斉藤流星さんは出演した水曜日のダウンタウンで、現在の自身の仕事について、懐石料理屋さんの調理場で板前の似たようなことをやっていますと明かしていました。子役で活躍し、俳優としてこれから頑張ろうと決意したところ、彼女の妊娠発覚。そしてまず俳優よりも父親になる決意をされた斉藤流星さんは、このように主にバイトを頑張っていて、俳優やタレントとしてテレビや舞台、イベントなどにもゲスト出演されている様子です。今後は俳優として家庭を支えられるほどになられることを期待しましょう。斉藤流星さんは光と共に、自閉症児を抱えてでは第41回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞を受賞し、将来を嘱望されていた子役だったようです。しかし現在は二児の父親としてバイトと俳優業をされています。実績もあり、現在は演技の勉強を再開しているそうなので、その演技を見られる日が楽しみです。